唐突に禁止から無制限になった強奪のカード、実撃レワンキル強化だ。やった、寺田コロガール君。ジェネリック寺田コロガール君に続き、一体どんな名前で行くのか夜更かしして考えちゃうよ。もちろん三積みの方向でデッキを調整したぞ。しかしこの三積みが新たなる波乱を呼ぶのであった。前回 UR ポイントシス課金1000枚以上のチスみたいに盛大に課金の宣言しただけでくさ。ゴーダチオ開始の宣言をしろ。いっそのゴーダチオ開始。相手はユベルだね。ならばジェネリックテラダコロガール君。油断かね。マスカレーナでリトルナイトを出させ、テラダコロガール君を撃ては邪魔者は消える。コロガールな。セス様、なぜか相手が自分から飛んでくれました。テラダオルタナティブコグロガール君。ブライスオルタナティブホワイトドラゴンみたいに。テラダコグロ君の面影がナム。イエドローチェーンアオキメの激励。ブルーアイスホワイトドラゴン。イエドローにチェーンをすることでブルーアイスを出した後にドローが可能。発見霊が引ければスピリットムイベルもケアできます。ドロー、イエドロー当たり。ふん、セガンでワンキルしようと思ったら居合ドローを決めちゃいました。チクシャー、やめたよ、やめて。強奪全然活躍してなくてくさ。デスリードロー開始の宣言をしろ。いっそのデスリードロー開始。相手はスプライトだね。あちちあち燃えてるんだろうか。ボイラもやめて。アキレでキャロットを封じ、あピーの羽ぼうき、エニニグラオンの CM みたいに参戦の風、参戦のシャイネ。俺はカードを2枚ドローする。強奪3枚。どんな引きしてんの。この世の終わりみたいな手札たくさん。テラダオルタンティブ心変わり君3連だ。ゴーダツね。あとは激励をサーチして勝ちだ。相手の心がナム。ふん、俺が何したって言うんですか。ゴーダツ3連だ。心折れちゃうだろ。バクラ君より盗賊をしてるよ。クイズ開始の宣言をしろ。いっそのクイズ開始。この相手の盤面に対しこちらのハンドはこれ、1枚目に発動すべきカードを選ぶがいい。3、2、1。正解はテラダオルタナティブコグロガール君。高所強で撃たれて困るばっか、基本 AO には入っておらず、撃たれば壊ると相手のモンスターが増えてしまうため、この場面ならこれが一番リスクの低い選択肢です。青き目の激励、ブルーアイスホワイトドラゴン、滅びのベーストストリーム。貴様らは正解できたか。ちなみに強奪だと正解。正しいの前で言いましょう。テラダオルタナティブコグロガール君。強奪ね。正式名称がナム。はい、ということでゴーダス入り激レワンキルいかがでしたでしょうか。冒頭の動画でさっと飛ばしちゃったデュエルのしっかりとした解説をやっていきたいと思います。相手はスプライトですね。ルーンが入ってるタイプだったんですが、展開ローションに使った程度なので、これはもうほぼスプライトだと思って戦ってますね。スプライトは激レに対してできる妨害がキャロットの魔法を無効ぐらいしかないので、あとはハンドのウララとサイクバックのスプライトスマッシャーズを警戒しておけばいいんですけど、相手が増資打ってくれたのでこれでもうウララは考えなくていいですね。でメイン開始時でしか打てないので、ダニッパを打っていって、相手はもう特殊召喚全部仕切っちゃうというような動きになりましたね。でこれで参戦の際が起動可能になったんですけど、イピリアの1枚ドローが入ってしまったので、ちょっと一応ウララは怖いかなという。ただここのアッキンレはキャロットって言っておかないと魔を止められちゃうんで、ここのアッキンレはキャロットを止めます。でバックはってここ、一見参戦の際でリトルナイトバクってきて、リトルナイトで飛ばれた場合も強奪でキャロットを取ってくれば勝ちに見えるんですけど、スプライトエルフのリンク先のモンスターは対象に取れないので、対象を取れない3位のコントロールダッシュは使えても、エルフとキャロットを残された場合キャロットが奪ってこれなくてダメージが足りないという場面になっておりまして、もう運任せでドローするしかなかった場面なんですが、なんとテラダオルタティブココロガリ君がね3枚引けたので、まず対象耐性をつけるエルフを奪ってリトルナイトに効果を使わせ、イピリアの守備力は500しかないのでキャロットを奪ってビンゴマシーンで激輪をサーチして、キャロットでイピリアを破壊して激輪からの9000ダメージで勝ちだったんですが、ここでお相手の心が折れてしまいました。いやそりゃそうなるわ。はい、では強奪の強い点弱い点をしっかり解説していきたいと思います。まず強い点ですね。寺田心変わり君と同じで効果を無効にしないで相手のモンスターをパクってこれるので、アプロウサなんかをパクってくれば無効効果使いたい放題なんですけど、強奪はエンドウェイズにコントロールを返さないので、奪ったらそのままずっと装備魔法が場にある限りはこっちのカードとして使えます。寺田心変わり君、ジェネリック寺田心変わり君は
コントロールが返ってしまう性質上、リンクとかエクシーズで処理しなきゃいけなかったんですけど、ゴーダスはそういう心配はないですね。しかも青姫の激鱗を裏レで止められた場合、エクシーズもリンクもできなくなっちゃうんですけど、ゴーダスだったらそのままモンスターを持っておけるので、万が一裏レを食らっちゃった場合も盤面がガラ空きにならない点は強いですね。あとはクシャトリラ対面の時に、相手のアライスアートの素材が2つ以下で、寺田心変わり君でアライスアートを奪ってくると、アライスアートの強制効果が反応して相手のエニルでアライスアートを除外されちゃってたんですけど、強奪だったらあそこもそのまま場に残るので効果が反応しなくて、アライスアートで殴ってそのままアーセス乗っけるみたいな動きができるのが結構ランクまで多くあって、強奪をどかされちゃうと相手にモンスター帰っちゃうんですが、今の環境だったらそういうことしてくるデッキも少なくて、寺田心変わり君は別に墓地に行ってもあそこはメインモンスターゾーンが埋まっちゃうから、別に戦闘魔法用の墓地小屋市にもなってなかったので、寺田心変わり君よりも使い勝手がいい場面が多く、最終的に寺田転がり君が1枚、強奪が3枚で落ち着きました。あれ、次は弱い点なんですけど、寺田転がり君と違って装備魔法なので、裏守備用紙のモンスターを取ってくることができないんですよ。例えば大熱波を打ってブルアイズで倒しきれなくて相手のライフが3000ぐらい残っちゃってた場合に、相手もモンスターセットするしかないから伏せてくるんですけど、泥で寺田転がり君引いたら安全にリーサルだったんですが、強奪だとそれにいけないというのがありますね。2000以下だったらランスロットダイレクトでいいんですが、それ以上ライフがある場合、例えば相手が AO だったら、裏守備モンスター破壊した瞬間モンスターが3体ぐらいに増殖したりするので、まあ、そこはちょっと痛いかなというところ。ただまあそんなに頻繁には起こらないですね。あとは単純に対象を取るカードなので、新しく出た粛清のバックの効果で対象耐性与えられたり、サーロビス切って無効にされたりするので、粛清相手だと対象を取らない全体界の方が強いんですけど、ユベル、AO、スネークアイ、ティアラメンツは全体界よりもコントロールダッシュの方が刺さるデッキになりますので、もう粛清はガンフリ対面として切り捨てて、コントロールダッシュガン詰めした方が勝率は安定するかなという環境なので、まあ、この点はそんなに気にしなくていいかなと思います。であとはまあ相手のスタンバイユースにライフが1000回復しちゃったりとかいろいろあるんですけど、激鱗特有のデメリットがあって、アームソウルがね詰めないんですよ。デッキトップ1枚墓地へ送って装備魔法をサーチしてくるカードだから、魔法を食わしながらゴーダス持ってこれて強いんじゃないかと思うんですけども、ブルーアイスと激鱗がデッキから落ちちゃうと、イヤイドローでしか回収できないので、ちょっと打つリスクが高いんですよね。最近サブで使ってるレインボーネオスワンキルなんかは、落ちて困るカードがネオスとレインボードラゴンで2枚だけだったんですけど、激鱗落ちて困るカードが6枚もあるので、アームソウルは詰めないかなというところが、まぁ、ちょっと弱い点かなというところです。ただ相対的に見ても、寺田心変わり君よりも強い点の方が多くて、かなり勝利に貢献してくれるカードではありますので、寺田心変わり君が1、寺田オルタンテブ心変わり君が3がいいのかなと俺は思っております。特に AO だけじゃなくて、ユベルにもこれで強く出れるようになったのが、個人的には嬉しい点なので、もうこれは激鱗ワンキル強化と言っても過言ではないでしょう。大会4-6で不利だったユベル対面が5-5になった感じはありますね。はい、ということでいかがでしたでしょうか。質問などはコメントにぜひ書いていってください。この後おまけ動画があるので、ぜひそちらも見ていってくださいねと。高評価チャンネル登録今のうちにお願いします。生配信ではプレイングを見せる他にも質問にも答えてたり、デッキ構築なんかも見てたりするので、ぜひ生配信にも遊びに来てください。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さようなら。ふうふうハロー YouTube。どうも瀬戸健だ。ブルルルルルルシコー。ブルーアイスホワイトドラゴンフィギュア。イエーイ。これはゲーセンの UFO キャッチャーで取れるやつなんだが、俺が下手くそすぎて4000円かかったぞ。組み立て解消宣言をしろ。いっそ組み立て開始。ブーツバサのウォレタエンジェル。アデレート署名のブルーアイス。尻尾ヒン。アデ左右ヘビ。美しい。よし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 、グレンマジュ大蔵召喚、ブルーアイスホワイトドラゴン、めっちゃかっこいい。全体を見るとこんな感じ。トゥデイセドギンズポイント。ふん、得点を言え得点を。よし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 、スシャキャルなんの。ヌナ出る時のノリでくせ。シャイニングスターズ映れば夢に眠る幻が手のひらに降り注ぐ新たな世界へ。 I'll be me my sensation。 果てしない道の向こうでまぶたの裏に映るひとしずくの光、ときめきを感じて。